さあ今回はメガネを探しに中西メガネ店さんへやってきました。さあ工房もついているメガネ店、中へ入ってみたいと思います。ずらーっと品揃えが豊富でした。迷うね。すげえ。これは違う。この船はまた別のモデルになる。別モデル。別モデル。これも別モデル。でも組み合わせ近いんですか。そうですね。雰囲気似てますね。ああ、どうぞどうぞ。この中ではベーシックでもない。そうなの、まあ、かけると結構個性的は個性的なんですけどね。余計顔が寄ってみる。でもいいな、ね、これぐらいちょっとこう形的なインパクトがあった方が、ああ、いいですね。かけやすいかもしれないですね、はい、どうしましょう。たくさんあって迷う。すみません、いいですか。いろいろかけていってくれる。これがちょっと上がってる方。そうですね、キュッと上がってる。優しい方がいいんですね。なんか向こう側かな。そうですね、向こう側が。これも結構比較的優しめの。優しめ、ね。はい。これも、これは向こうの色とちょっと違うな。違いますね。これ気迫って呼ばれる。気迫。あ、いいですね。ちょっと黄色っぽい感じ。ちょっとヴィンテージっぽい感じ。うん、いいですね。わあ、これか、これか、いいですね。こっちが何が入ってる？これか。こっちかな。多分描きやすい大きさは描きやすい大きさなんですよね。大きさがね、うん、こっちの方が小さい。そうですね、ちょっと小さいですね。はい。ちょっとだけこっちの方が合うね。ね、合うね。ということは、すいません。いろいろ見てこれが、うん、ちょっと大きい。あと、測り具合とかは調整できるので、あ、そうですね、うん、ちょっと横きついかなと思ってても、広がる、うん、あのちゃんと綺麗に調整できる。もう表面のイメージだけで選んでもらって大丈夫です。そうですか、はい。ちょっとこれないな。ないっすよね。多分この形販売してるのもこっちだけになると思う。ずるいね。ここにしかないよ。ここにしかないっすよ。こっちはまた別か。あ、もうこれでしょ。これがいいっす。あ、わかりました。やばい、即決しちゃった。大丈夫かな。いい、いいっすか。ありがとうございます。じゃあこれで。すいません。さあ決まりましたので、メガネを直しに入ってもらいます。このメガネ店、すべての工程をここで行うということでございます。企画、デザイン、製作、販売、修理、すべてこの店で担っているそうでございます。中西社長自ら私のメガネを直してくれています。すごい技術ですよね。寸分の狂いもなく顔に合わせてくれる。ゴッドハンド。
さあ開けてみまーす。2つお気に入りを購入させていただきました。どっちかな、まずこっちから。じゃーん、じゃーん、このこれですね。はい、ちょっと珍しいんです。メガネのサイズに合わせてツルがしっかり太いツルがついてる、なんとも繊細でちょっとインテリジェンスな感じのメガネです。ちょっと僕にはどうかなと思ったんですが、こういうのも一回かけてみたいなと思って、まあ、中西さんの方からのおすすめもあってちょっとかけてみます。どうです、なんかちょっと雰囲気がね変わりますよね。あんまり伊達メガネとか、まあ持ってるのは持ってるんですけど、あんまり普段したことないんですが、まあなんていうんですか、メガネは顔の一部ですっていうね。僕は目がいい方なんですが、ちょっと若干老眼入ってきたかなと思って老眼鏡にしようとも思ったんですが、なんだろう、これ老眼鏡にするのももったいないなと思ったりして、ちょっとまだ、考え中で、一応度が入ってないレンズを入れてもらいました。うん、いいんじゃないですか、たまには。なんかね、洋服もそうですけどね、顔にもね、なんかおしゃれをっていう、それがメガネだと思うんですけど、顔の洋服、ん？顔の洋服？ちょっとわかんないけどおしゃれ。なんかこういう風にメガネをちょっと気にすると、街を歩いてる人のね、あのメガネも気になったりするもんで、不思議ですけども、どうでしょう。まず一つ目、はい、ちょっと気分でね、こんなのもかけてみたいなと思います。細いから折れそうだけど大丈夫かな。かっこいい、ハンドメイド中西メガネ店、手作りなんですよ。細かいんですよね、細工が。こういうね、とこにもちゃんと彫ってあるんですね。こうしたらいいのかな。ちゃんといろいろ細かい作りが。ちゃんとね、これもね、しっかり顔の形に合わせてくれるんで、僕は顔大きい方なんですが、グッとかけて、やはりですね、この頬骨のあたりも膨らませてもらって、耳にきっちりかかる。で、メガネがこう合ってないとね、落ちてくるらしいですね。それがグッと奥に入って、まず一つ目です。はい、ではそれから2つ目、こっちですね。これですね、これが、どうです、この色。今回はこのモデルはちょっとあのサングラス的なちょっと色を入れてもらいました。はい、一回かけてみますね。これもまた珍しい感じですね、僕としては。はい、ちょっといつもにない感じのものをしてもらおうかなと。これもぴったりです、たり顔に入ってる、まあ、一見ね、メガネこれちっちゃいので顔入んないんじゃないかなと思って、最初かけた時はやっぱりね、グッと奥までいかないんですね。やっぱりちゃんと合わせてくれるんで、これがまたぴっちり、はい、どうですか。しかもこれ実はどっかで見たことあると思いませんか。はい、ジョン・レノンが日本に来るときにかけていたメガネと同じだそうです。ジョン・レノンモデル、このモデルという方がこの全国でも中西さんにしかないって言われてるんですね。はい、ですから似たように作っても
本物のそのジョン・レノンさんがかけていたメガネの型、それを元に作っているのはここしかないと言われています。非常に貴重です。はい、これもハンドメイドです。しかもこの素材がセルロイドっていう素材でございまして、ちょっと今はなかなか貴重な素材材料になっているそうでございます。セルロイドって昔はね、なんか僕が子どもの頃かな、セルロイドのおもちゃとかよくあったんですけど、今はもうセルロイドって非常に高級品になっていて、なかなか手に入らないそうでございます。すごいな、中西1928年、もう100年になりますかね、約もうちょっとで100年だ。すごいな、ジョン・レノンモデル。なんだかね、サングラスで照れくさいんですけど、でもまあいろいろなこと考えて目も守っていかないといけないなっていう意味では、ちょっとメガネをかけて、手間は手間なんですけど、まだ慣れてないんでね、どうしてもメガネ忘れちゃうんですけども、ちゃんと毎日このようにして、これから紫外線もねあると思うんで、しっかり目も守っていきたいなと思ってます。しかもこのメガネね、サングラスなんですけど、色ついてるんですけど、すごくよく見えるんです。そんなにかけててもかけてなくてもそんなに変わらないぐらい、これなぜかというと、この一般的にあるサングラスと違って、このメガネのレンズと同じガラス素材で作られてるんですね。はい、そこに色が入っているので透過性が高い、本当によく見えるんです。すごくやっぱいいメガネっていうのはよく見えるんだね。大変お気に入りです。いいアイテムになりました。ちょくちょくかけて出たいと思いますので、お楽しみに。ではまた。中西メガネさん、ありがとうございました。かっこいいのできました。では今回はこの2つ、また、ちょっとメガネサングラス、興味を持ち出しましたので、中西さん行って買いたいなと思います。今度はどんなモデルかな。ではでは、またバイバイ。楽しかったです。中西メガネさん、ありがとうございました。